チガチに固めてて、もうなんか動くこともできない感じです。こんばんは。ひとまず今日乗り切った乗り切ったよ。ひとまずね、ちょっと今日も15分ですいません。15分です、はいです。見てね、見てねっていう。見てね。ちょっとシャインマスカットの大福でも食べようか迷ってる今ずっと。ね、でもなんか違うの、もうなんか動きすぎて疲れて、そう何もし、なんて言うんだろう、もうなんか口すらも。足はもうとにかくもうなんか動かない波なんですよ。え、そう今なんかもう噛む咀嚼するのもえ、そうなんかしたくないくらい動きたくない今。え、そうなの、え、そう風呂入れそうだって、絶対入りますお風呂は。だってなんせ前髪カッチカチなので、ほらだって見て全然、あ動いてたそんな動かない、そう串で溶いたからっていうのあるんだけど、ほらここ持ち上げるともういっぱいくっついてくるの。え、そうなの、すっごいカッチカチだからお風呂は絶対入る。あとなんか夜風呂入んないと嫌なんですよね、なんか最近。え、なんか違う前も嫌だったけどなんか前お風呂入んない人みたいになってて、なんかちょっとあれなんだけど、毎回嫌なんだけど、なんかお風呂入ってからじゃないと、そのお家のものにあんま触れたくない。え、そう外出たりとかしたら、なんかずっと家の中いたらなんか別にそんな思わないけど、そうなんか外出ちゃうとね、何も触れたくなくなっちゃう。グミのもんだって、あ最近ないのおすすめのグミね、ピルグミのね、ゆず&みかんみたいな、なんだっけ、ね、なんだっけ、なんだっけ、あゆずみかん、みのりのゆずみかん、おすすめ。え、本当に美味しい、美味しいです、おすすめ。え、見てちゃんと赤チェックだった。え、なんか何にも気にせず剃ってた、赤チェックでした。そしたらお風呂に長く入る方がいや秒速一瞬中風呂タイプの人じゃない、え、もう一瞬です、一瞬、え、もうほんとすぐタイプの人。シャワー一択、シャワー以外別にいらない。別マンゴーあったよね。え、ピルグミ全然わかんない。そして大好きハッピーターン、最近大好き。これアミさんが食べてて、え、そうアミさんが食べてて、なんか嬉しかったえ、なんか最近アミさんといっぱいお話できたら嬉しい、今日もいっぱいお話したし、え、そうなの、本当にここ何ヶ月間ですごく距離縮まった先輩だと思う。ゆあいが卒業発表するちょっと前ぐらいから急激に距離縮まった先輩だと思ってます、あゆ。え、そうなの、嬉しい、本当にあゆアミさんのこと大好きだから、アミさんのこと好きで、そうずっと好きで、あの岩手県のさ時にさ、アミさんご一緒だ
さ一緒だったんですよ。そう一緒だったんですけれども、その時もアミさんはもう覚えてるか書かないんですけど、愛は嬉しくて覚えてるんですけど、そう本当にずっと本当に一緒にいてくれて、そうなんです、なんかお土産とか買う時とか、あとなんかご飯食べる時とかもずっと一緒にいてくれて、そうなの。だからこう一緒のチームになれて、そうその時まだ一緒のチームじゃなくて、だから今回こう一緒のチームになれて、こうお互いね、お互いが卒業しちゃうタイミングで仲良くなったのが本当にあの悲しいんですけれども、え、そうでもすごい嬉しい。覚えてるって言ってたよ。だって、え、本当に、いつ、え、いつですか、え、嬉しい、え、え、嬉しい、え、嬉しい。アミさん優しい、アミさん優しいし可愛いし、なんかそう顔も性格も可愛いし、でも可愛いだけじゃないんです、アミさんも面白いんです。え、そうなの、面白くて、アミさんのそのそうなんかエピソード聞くのが好きで、あ、一回そのチーム結婚の時もアミさんのそうお話が面白くて、え、アミさん面白いですねっていう、え、そうアミさん面白いですってお伝えしました。え、そうなの、あ、そうペンライトカラーも一緒なの、白ピンクでね、そう嬉しい。そうなんです、でもあゆ最近このコンサート期間は結構先輩とお話しする機会が多くて、そう多かったかなってすごく思う。それこそせいちゃんとかもいっぱい話したし、さほさんとかも、あともぎさんがすごく面白かったし、え、そう今日もすごく面白くていっぱい笑っちゃった。そう面白いし、こみさんとも今日そう一緒にそう振りの確認したりとかしたりしたし、あとこれは先輩じゃないんだけど、そうあのゆきちゃんが、太田のゆきちゃんが、そう今日もっていうか会うたび話しかけに来てくれて、このそうレッスン期間すごい嬉しいですね。ね、嬉しい。小田さんもモアベダイちゃんと一緒にいたって言ってた。え、いつ？今日は？今日はでも一緒に会いました、小田さんに。小田さんって来ましたね。小田さんって。でも本当小田さんいるとは、小田さんと一緒にいること多い。え、そう。このレッスン期間も結構本当小田さんと一緒にいた。あ、レッスン期間ってことか。そうだ、そういうことだ。そうレッスン期間も本当に小田さんといっぱいいて、そうなんです、なんかより仲良くなれてる気がする。でもさ卒業したらなかなか会うこと減っちゃうのかな、やだな、それは嫌なので、ちょっと愛からも連絡します、小田さんにね、連絡して、ちょっと小田さんとの中が途切れないようにしたいです。あゆはちょっと小田さんに誰かお伝えしてください。そう一生仲良くしてくださいって言ってたよってお伝えしてください。え、ね、いや本当に、うん、なんか自分から言いにくいじゃん、一生仲良くしてくださいなんて。だってさ嫌でも断れないじゃん、コメントだったら別にさ、え、そう別にあれかもしんないけどさ、そうなんかねえ自分からさ誰かから来たら断れないじゃん。
ね、だからちゃんとこなんて言うんだろう、断れたり無視できる状況下を作る。あー優しい、配信で言いたくないなって、ありがとう、嬉しい。愛ちゃんが結婚してくださいって言ってたってお伝えしとく。いいんですか小田さんと、いいんですかいいんですか、皆さんが良ければ小田さんがでもお家いたら絶対毎日楽しいね、毎日絶対おもろいじゃんだってね、絶対楽しいですよ。いいんですか、ありがとうございますありがとうございます。いや本当にそう、世界一おもろい方、世界一おもろい、おもろくて優しい、うんですね。はいですです。いや本当に本当にそう、本当にそう、本当に先輩とこうそうお話できて嬉しい。でも今日さとみなともいっぱい話した気がする。さとみなって言ったらあゆさんって、そう、あゆさとみな、まだあゆさん呼びなんです。え、さとみなからまだあゆさん呼びなんですよ。そう、全然さんじゃなくていいのになと思いながら、そう名前呼んでくれて嬉しいって思ってたえ、うん、全然ね、全然いいのに。でもさとみな多分呼ばなそうな気がしない？でも呼ぶかな？エリーとかのことなんて言ってるかな？一緒のチームだったもんね、 A でね。エリーちゃんと呼んでるイメージがある。わかんない、呼んでない？エリーさんだったのかな？エリーちゃんのイメージがあるんだよね。なんだろうこのイメージ、本当なのかな？本当に呼んでたらあれなんだけど、呼んでなかったイメージ、なんだろう、分かんないや。でもなんかね、呼んでくれなさそうな、呼びかけてるところ見たか、ないのか、じゃあ愛の勝手なイメージか。ちょっと呼んでほしいな呼んでほしいな。じゃあちょっと明日とかね、なんか呼ばれるタイミングあったら言ってみよう。でも明日はなさそうだな、あるかな、いやない気がする。わかんない、わかんない、わかんない。わかんないな、わかんないです。でもズッキーが、そう、愛ちゃん呼びになってくれたのがすごい嬉しかった。ナイは結構前からそう言ってたんです、言ってもいいよって全然って。そう、ズッキーはそう呼ばないタイプだったから、そうだから、この前の、そのこの前っていうか、まあ、ちょっと前のさ、ね、MC でさふと出た愛ちゃん呼びから、その愛ちゃん呼びになってくれて嬉しかったですね、可愛かったよね。可愛すぎてさ、心の中で可愛いと思ってたそう、可愛いって思ってた。なんかその後の焦り具合をもう踏まえて可愛い全てが可愛い。
嬉しかった。だからね、です。大ちゃんポーズやってるの。大ちゃんポーズは小さい頃しかやってないね。ママが証拠写真出せばって言われた。ママからママからユーポーズ証拠写真出せばって言われたけど、ちょっと出すとしてもちょっと落ち着いてからでいい。ちょっと出すとしてもね、出すか出さないかわかんないけど、もし万が一出すってなったとしても、ちょっとあの落ち着いてからでもいいね。落ち着いてからにするね。ちょっとあゆが、ちょっと今ねまだね、まだねちょっとバタバタ、あの意外とこう見えて、そんなバタバタしてる感ないけど、あのね心の中バタバタ、心っていうか脳の中バタバタ走り回ってる。なんなら、ちびあゆが、いや本当にってぐらいです。そんな感じです。めいちゃんポーズ卒業公演初めて見た。でもない、初めてじゃないと思うんだよね多分。何かでない、出したこ出したっていうか、何かでやったことあるの。なんだっけな、なんだっけな、なんか何かでやったよな、なんだろう、何かでやりました、何かでやったんだけど、何かちょっと思い出せない。そんな感じです。はい、ではでは、ちょっとねおしまいにさせていただこうかしら。すいませんね、お短くてすいません。ランキング見ます。13位クラフ銀城さん、ありがとうございます。12位ゆうくん、ありがとうございます。11位カズサスガさん、ありがとうございます。10位ラッツさん、ありがとうございます。9位ピカルン、ありがとうございます。8位カモンさん、ありがとうございます。7位アマネちゃん、ありがとうございます。6位白崎さん、ありがとうございます。5位プラハタハさん、ありがとうございます。4位翼欲しいさん、ありがとうございます。3位 FANGYU さん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。またぜひ見てください。ありがとうございました。